地域イベントでの高槻うどん餃子飲食店で提供される高槻うどん餃子役前焼いた直後、高槻うどん餃子とは大阪府高槻市北部の塚原、南平台、阿部屋地区の主婦たちにより1980年代頃から皮で包まない簡単に作ることのできる餃子として伝承された家庭料理が期限のご当地グルメであるうどんと餃子の具を混ぜて 小番台に成形して焼いた食品。うどん餃子の故障で、高月の家庭や飲食店で伝承されてきたものを、工術の高月うどん餃子の会が、地域活性のブランドとして開発した名称が、高月うどん餃子である。餃子の餡となる具材と、茹でうどんを1から3センチメートル程度に刻んだものを、混ぜ合わせ、ホットプレートなどで焼き上げる。普通の餃子と同様に、 タレやポン酢をかけて食べる。2008年11月、高槻市民、企業、大学などで構成する高槻ブランド推進会議が発足。他地域との優位性や市民の愛着の持てる地域資源として洗い出したものの一つがうどん餃子であった。作るブランドとして地域経済の活性化が期待でき、なおかつ食の多様性や食文化の発展につながるものと見込み。 高槻市民と高槻市内の飲食店経営者が中心となって任意団体、高槻うどん餃子の会が結成される。同会の目的は、高槻の地域活性と食文化に貢献すること。具体的な活動内容は、同会加盟の飲食店が連携して、地元発祥グルメとして高槻うどん餃子をブランド化する。地元での祭りや各地域で行われる。 ご当地グルメイベントへの出展などを通じて、高槻を PR して盛り上げること。また、高槻市内小学校での食育活動などを展開している。2016年より、同会は市民ボランティアによる町おこし会、同会加盟店によるのれん会の二部会の共同により活動を運営している。高槻うどん餃子は、高槻うどん餃子の会の登録商標である。 2008年頃町おこし活動を通じて高槻うどん餃子がメディアで注目を集め出した際、市外の企業が高槻うどん餃子の商標登録を申請したことが発覚。企業による商標登録は高槻市民や高槻の事業者における町おこし活動の制限になりかねないとの懸念から高槻うどん餃子の会は高槻うどん餃子の故障商標登録申請に乗り出した。 同団体はこれまでの町おこし活動の経緯が認められ、高槻うどん餃子の商標は、高槻うどん餃子の会が管理している。大阪ミュージアム構想の登録物になっている。ありがとうございます。